夢ラジオ第3836回、今日は令和4年7月6日水曜日です。時刻は午前10時半、横浜港北、曇った朝です。紫外線が強いですね。夏の風景となりました。台風が来ているんでしょうか。天気予報は見ていません。さて、夢ラジオ3836回目、今回は武田恒康さんの参政党批判、こんなタイトルでお話しましょう。武田恒康さんの参政党批判。選挙戦が始まってから、それぞれの党に対してあまりネガティブなことは言わないようにしようという夢ラジオですが、今回武田恒康さんが参政党に対して苦言を呈してらして、で、私は参政党を支持できませんというふうに言うてはるわけですね。これは武田さんの主張なので、それを夢ラジオでご紹介する、こういう形にしましょうか。武田さんといえば、明治天皇の血筋を引くっていうのをご自分でもおっしゃってて、で、武田の宮っていう旧宮家、そこのご出身ですから、高輪プリンスホテル、あそこに武田の宮が昔あったんですね。その高輪プリンスホテルを売らないでくれ、売らないでくれみたいなことを少し前言ってありました。この武田は参政党のいろんな講師として参政党員にいろんな話をするっていう、そういうこともやってた。ですから参政党とはそれなりの仲であり、ボードメンバーに知ってる人も多い、それはご自分で言ってましたね。けど支持できませんと。それやっぱり高騰についてのお話。ただね、この話は別にもうずっと前からこの夢ラジオでもお話ししてることで、だから夢ラジオでお話ししてることを今回武田さんがなんか確認してくれたっていうか、だけど武田さんがどうして今これを言い出したのかは不明です。選挙前でね。が、なんせ思うとこあったんでしょうね。だから結構参政党寄りなはずの武田さんが支持できまへんというふうに言ってきた。で、僕がいろんな講師として喋ったことが全く伝わってないのはなんでなんだと嘆いてもいらっしゃいますね。結局高騰問題です。で、この夢ラジオでもご紹介した神谷、松田、篠原というこの3名による高騰談義っていうのがあって、これ今もあるんでしょうか。消されてるかもしれません。確認はしておりませんけど、番組を今回武田も取り上げて、で、男系で行くのかなと思いきや、急に愛子様の即位という話になる。ここが理解できないというふうに武田は言うわけですよ。つまり男系で行くんだったら、もうこの夢ラジオで何度も話している通り、秋篠宮の高騰であと30年か40年はもう続くわけですから、その以降のことを話すんなら、それは意味があるだろうけど、ただし悠仁さまが今まだね、今度高校生になったばっかりっていうことで、だからそのお世継ぎの話をする必要がないわけですよ。してもしょうがないというか、だから今高騰の話はする話題はないし、そして愛子さまに天皇の可能性があるないっていうのを論じる時期でもないんですね。けどこの3人がですね、武田によるとですよ、このお三方はそのいつの間にか愛子さまの即位の話になっていて、だから自分が、
つまり武田が参政党の集まりでいろいろ高騰について喋ったことは何にも伝わってなかったんじゃないかっていう、こんな批判ですね。愛子さまは非常に立派な女性に成長されて、それはもうね、心強い限りなんですが、ただし男系継承男系男子でということで言うならば、もう悠仁さままで皇位継承は確定していて、愛子さまになる可能性がないんですよね。例えば悠仁さまより愛子さまが下だ、年下だと、20歳ぐらい下だと、例えば。そしてその悠仁さまにお世継ぎがなくて、そしてその次のお世継ぎをどうしようと決める時に時間もかかるから、悠仁さまの次に20歳か30歳年下の愛子さまがピンチヒッターとして10年20年ぐらいを女性天皇としてね、男系の女性天皇として即位する、そして次の男子につなげるっていうのはね、今までの高等の歴史でもありうるパターンなんですが、全然そうじゃないわけですね。愛子さまの方がお年は上だし、年も大体似通っていて、ですからバトンタッチするピンチヒッターになるという可能性がないので、今愛子天皇を論じること自体がですね、高等の男系男子継承っていうのから外れるわけですね。もちろん別に皇室なんかどっちだっていいと、参政党を支持していますと、参政党がいろんな職や健康や教育と分野で頑張ってくれていて、それがなんとなく、ね、説得力もあるから参政党を支持しております、皇室のことについては別に参政党がどう言おうとどうでもいいし、別に日々の生活で皇室が自分に何かやってくれてるということも全く感じない、これは大いにあっていいんですけど、こういう議論も。ただし参政党という政党はね、神谷さんが党を立ち上げた時からずっと天皇中心の日本を作るみたいなこと言ってるんですよ。参政党は天皇中心の日本を作って、これ帝国陸軍の行動派みたいなこと言ってるわけですね。だからここだけ切り取られたらものすごく右翼っぽく聞こえるような党でもあるんですよ。でそのね、その政党でこのように皇統についてなんか揺れが生じるというか、ぶれてくっていうのはやっぱ政党としてはまずいわけですね。しかも天皇中心っていうのをなんか最近は参政と言わなくなったんでしょうか。やっぱり聞こえが悪いと思ったのか何なのか。で今はなんかね、我々民間が皇室のことをいちいち口出しするのは恐れ多いので黙っときましょうと。ただ黙っときましょうはそれはその通りなんですけど、秋篠宮家の悠仁さままでは決まってるんですよね。その後のことは黙っときましょうね、こうなんだよね。それならそれで、で参政党からどうもそれが聞こえてこない。だから今回武田が参政党なんか支持できないし、自分が参政党で講師としていろいろ喋ったことも全く無意味だったんだなと、うん、そうだね、無意味だったでしょう。だ、まあ武田としては自分の講演がほとんど意味がなくて残念というか、がっかりというか、結果はこれかいって言ってるわけですね。それはこの夢ラジオでお話ししてきた参政党の皇室感というのもまさに武田が言うそれであったのであり、ここは参政党員の方々、あるいは参政党執行部のお方々もね、また選挙が終わった後でもいいから、もう一回きっちり練り直してほしい点ではあります。夢ラジオ3836回、今回は武田恒康さんの参政党批判お話しました。